こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は防衛大学校の指揮訓練、自衛隊の幹部となるべきものを育てる防大では、2年も終わりに差し掛かった1月末頃にスキー訓練が行われます。防大生は1年の時は共通要員といって、陸海空どの自衛隊に行くか決まっていませんが、2年に進級する際に要員が決まり、その後は各要員ごとに訓練をするようになっていきます。しかしこのスキー訓練は陸海空を問わず全要員が参加しますので、要員決定後では珍しい共通訓練で、これを除けば2年以上で要員関係なく同期みんなが揃って学校の外に出る訓練関係のイベントは3年の時の硫黄島研修くらいなので、結構貴重で思い出深いイベントです。なんで防大でスキーと思われるかもしれませんが、日本では東北や北海道に加え日本海に面する地域では雪が積もることも珍しくありません。陸上戦力という動画で解説しましたが、陸上戦力の戦いは地形や気象による影響を最も受けますから、装備や習得する技術も地形や気象に合わせる必要があり、寒冷地における雪中戦においてスキーの機動力は徒歩を上回ります。また日露戦争に先立つ1902年1月、日露戦争を想定してロシア軍の攻撃によって青森の海岸線沿いの鉄道や道路が不通となった場合に備えて、物資の運搬を別ルートで行えるかどうか調査することなどを目的として、日本陸軍が青森県の八甲田山を真冬に越えるという強行軍を行い、遭難して210名のうち199名が死亡するという近代の登山史における世界最大級の遭難事故による教訓という面もあります。八甲田山の遭難について詳細に話すと、それだけで動画を一つ作らないといけなくなるので割愛しますが、主な原因は冬の八甲田山という厳しい自然環境の恐ろしさを侮ったことに起因する防寒具や糧食、地形や気象といった情報など、あらゆる面での情報不足や指揮系統の混乱などです。このうちスキーの装備があったならここまでの被害が出なかったのではないかという話もあるので、私が防大のスキー訓練に行く前の事前教育では八甲田山の遭難事件についても習いました。おそらく今の防大でも同じことを教えているんじゃないでしょうか。また八甲田山の件とは別の話として、近代戦におけるスキーというのは侮れないものがあり、1939年から1944年にかけてフィンランドとソ連の間で行われた冬戦争継続戦争において絶望的に戦力で劣っていたフィンランドがスキーを用いた一撃離脱戦法などのゲリラ戦術を駆使し、極寒の気候と険しい地形を利用してソ連軍に大きな被害を与えることに成功しています。こうした事例があるため、寒冷地にある陸上自衛隊の部隊ではスキーを装備してスキー訓練もやっています。特に有名なのが北海道札幌市の真駒内駐屯地内にある冬季戦技教育隊で、部隊内にあった特別体育課程教育室からは冬季オリンピックでバイアスロンなどの競技で日本代表が数多く選出されたほど、練度の高い隊員ともなると武器を携行したまま滑走しそのまま戦闘を行うこともできる上、場合によってはヘリを使った機動も可能なことから雪中戦における戦闘力の高さは世界屈指とも言われています。防大を卒業したら全員が幹部となり、自衛隊の幹部は全国転勤が基本で寒冷地に赴任することもありますから、寒冷地という自然環境を知るという意味も含めてスキーは幹部として習得しておかなければならない教養の一つというわけです。航空自衛隊でも部隊によってはスキー訓練が行われており、中でも空自切手のイカレ空自随一の精鋭部隊である航空救難団ではヘリの車輪にスキーを履かせて整地されていない雪上でも離着陸が行えるように訓練していて、2014年の御嶽山噴火の際にはこの経験を生かして火山灰の上でも離着陸を行い救難活動を行いました。ということで陸も空もスキーが必要になるわけなんですね。え？海自？いやあれですよ、スキーは幹部として強要だし、厳しい自然環境を体験していないと陸海空共同の妨げになるかもしれないし、とにかく必要なんですよ。
てか海だけ仲間外れにしたら泣くぞ。で、実際のスキー訓練がどのように行われているかというと、各人のレベルに応じて分隊という数人程度のグループに振り分けられます。大きく分けると4つある大隊という単位の中に、さらにレベル別の分隊という臨時グループを作るわけですね。うろ覚えですが、1分隊から13分隊くらいまであった気がします。この分隊分けは4泊5日のスキー訓練の初日に行われ、初心者用の緩くて短いコースをとりあえず滑らせてみて、教官がざっくりと割り振っていく感じですね。まあズブの素人かそうでないかくらいは滑った瞬間にわかりますから。ちなみにスキー訓練の場所は新潟県の妙高市です。うん、名前的に怪獣が参加しても良さそうだな。なお分隊は数字が若いほどレベルが高いということを意味しますので、1分隊が頂点、13分隊ともなるとスキーの基本である8の字ですらできませんので、一度走り出したら何かにぶつかるかこけるまでノンストップ。逆に1分隊はカービングターンという上級技術もお手のものという、ほとんど東北や北海道といったスキーが生まれた時から当たり前にあった雪国育ちの猛者集団。分隊が上の方が偉いというわけではありませんが、実際の扱いには天と地ほどの差があります。13分隊は今日初めてスキーを装備したという生まれたてのひよこみたいなものなので、目を離した瞬間にどうなるか想像もつきませんから、手取り足取り基本の8の字から教わるためほとんど自由がありませんが、1分隊に対しては逆に教えることが全くないので、最初の1回くらいレクチャー的なイベントがあるだけで、あとはずっと自由滑走です。こうなると下位の分隊はずっとスキー教室に参加している感じですが、1分隊はスキー旅行に来たのと大差ありません。己ゆきっ子どもめという情報を私は事前に先輩から仕入れていたので、なんと冬休み直前に先輩にスキーに連れて行ってもらい、事前訓練も実施済み。しかも冬のボーナスで自前のスキー道具一式揃えるという意識の高さ。まさに膨大生の鏡じゃありませんか。え？いつもの私じゃないって？いやだな、私ってほら意識高い系じゃないですか。別にスキーやってったら女の子と仲良くなれるとかそんなこと考えてたわけじゃないんですよ。実際大学4年間不純異性交友なんてしませんでしたからね。ちくしょう、スキーやってたらモテると思ってたのに、そもそも誘う相手がいなかったのは誤算だった。その後スノボーが流行ったから、あの頃に戻れるならスノボーやっとけばよかった。しくしく。まあとにかく1泊3日のセルフ事前スキー訓練で先輩にみっちりしっぽり教えてもらったおかげで、8の字となんちゃってパラレルターンくらいはできるようになっていたので、スキー訓練では5か6分隊くらいだった気がします。これくらいだと教えてもらうのは8の字は触り程度で、パラレルターンがメイン、カービングターンも一応教えてもらえたくらいの感じだったはず。なので自由滑走の時間もそこそこあって、事前準備って大事だなって思いました。丸。それと私は自前のスキー道具を持っていきましたが、別に買わなくても貸してくれるので問題ありません。スキー訓練って銘打ってますので、陸自の闘技戦技みたいにミリタリー感満載のイメージもあるかもしれませんが、そもそもスキーが初めてって人が大半なので、スキー教室とかスキー合宿っていう方がしっくりくると思います。一応名目上はスキー訓練なんで雪中行軍もどきみたいなイベントもあったはずですが、ぶっちゃけスキーそのものが楽しすぎたんで忘れてしまいました。泊まるところも民間の旅館なんで、料理の質や部屋のレベルなんかも膨大とは比べ物になりません。おそらくこの瞬間は膨大に入ってよかったって思った人が多いんじゃないでしょうか。まあこれ終わったら地獄のテスト期間が目の前まで来てるんで、ここで赤点取ったらもう一度2年の最初から、つまりあのカッター訓練をもう一回しなきゃならないんですけどね。カッター訓練がどんなものなのかは過去の動画で解説していますので、よろしければ概要欄のリンクからどうぞ。なんで今回この話題にしたのかというと、今がちょうどその時期ということもありますが、膨大というととにかくきついとかマイナスのイメージを持たれがちです。しかし今回解説したスキー訓練のように楽しいイベントも盛りだくさんですし、2年には他にも能の鑑賞なんかもあります。いや能とか古臭くねとか思われるかもしれませんし、実は私や私の同期も大半が能かよつまんねえなって見る前には思っていたんですが、実物を見ると能って結構面白いぞって感じに考えを改めました。1年の時は辛いことも多いですが、その反面2年になると楽しいイベントがたっくさん、明けない夜はないんや。
何が言いたいのかというと、やってみないとわからないってことなんですが、人間はただ生きているだけだと、どうしても徐々に新しいことに挑戦するのが億劫になってきます。あるいは機械そのものも減っていきますしね。しかし防弾や自衛隊は強制的に新しいことをどんどん体験させてくれます。中にはきついものもありますが、それはそれで終わってみたらいい思い出になっていることがほとんどです。青春というのは一般的に甘酸っぱいものかもしれませんが、中にはただ酸っぱいだけのものや、辛いものなども存在します。しかしながらそれはそれで味がありますし、若い時にしかできないものってたくさんあるのも事実。なので防大の青春は他の大学で体験できる青春とはまた違ったものかもしれませんが、それでも青春であることに違いはありません。逆に防大でしか味わえない青春もありますし、私にとっては唯一の青春です。まあとにかく悪いことばっかりじゃないよってことですね。まもなく防大の合格発表もありますから、受かった人は検討してみてください。地獄の片道切符だったらごめん。それにしてもスキーの話をしてたらなんだか懐かしくなってきましたね。もうかれこれさ20年以上前に買ったものの、ここ10年くらいは使っていませんでしたから、久しぶりにスキー道具を引っ張り出してスキーに行ってみるのも悪くないかもしれません。スキーウェアはっと、お、あったあった。あれ、これはあれですね。さすがに20年以上前のウェアは放っておくと縮むということが証明された世紀の大発見かもしれません。これはもうノーベル賞も間違いなしなんじゃないでしょうか。決して私が大きくなったわけではありません。もちろん太ったりなんかしてないんだから勘違いしないでよね。でもご飯の量をちょっとだけ減らそうかな。ということで今回はここまで。コメント欄では滑っても OK、 チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけたら、ちょっとサウナ行ってきます。サブチャンネルは週1回ペースで更新中。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。